日誌、今日の日直は須藤リリカです。2月6日土曜日、神々ケイチの早口言葉滑舌体操リリポンバージョン。全部もう初めから早口言葉みたいだな。よし行こう。はい、旅客機の旅客、旅客機の旅客、旅客機の旅客。NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。ね、難しいんですよ毎回ね。旅客機の旅客。あ、そう、旅客機でいいんじゃないの？あかんの、それは。それはわざと旅客機って言いますね。あの、言いますよね、うん、旅客って言わんでいいもんね。旅客機、資格みたいな、資格って言わんで、うん、旅客、これはどういう、でも旅客って言えってことでしょ、もうわざと。あ、うん、旅客機の旅客。あかんわ。あんたね、ラギちゃん、ヘラヘラしてるけども、これ毎回ヘラヘラして横で聞いてんねんけどね。リリポン、こいつはほんまに言えんのかという。そうですよね、やってみさ。そうや、こういうのはな、バババッと言えばいいね。お、バババッとね。なるほど、なるほどな。バババババババ。いや、そのまま言うてる。どうですか。さすがっすね。さすがっすねと。天才や、天才。西森さんから教えてもらった。天才やろ、天才や、うん、天才や。これやっとやっと、この間ぐらいからでき始めた。おやつやからね、全然天才ではないんですけども。さあ、ではここからお昼休みです。日直のリリポンお願いします。はい、それでは行きましょう。後悔先に立たずマストビーノー。今やらなきゃいつやると歌った NMB48 の新曲マストビーノー。そこでやっとけばよかった、なんでこうしなかったんだなど、皆さんの後悔してもしきれないエピソードをご紹介していくコーナーです。今回もお便りをたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。はい、千葉県にお住まいのラジオネーム生涯軟式宣言さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。いつも電車でニヤニヤしながら聞いています。ありがとうございます。私が後悔していること、はい、それは成人式に行かなかったことです。当時車に構えていた私は、うん、成人式なんて時間の無駄とふかして全く行く気がありませんでした、はい。うん、親には成人式行ってくると言って家を出てパチンコ屋で時間を潰し、日が暮れた頃にツイッターでエゴサーチしたら男女仲良くお酒を交わす画像が大量に見つかり、はい、ああ行っとけばあの子とあんなことやこんなことがと気憂し肩を落として帰宅しました、うん、それ以降行かないで後悔するより行って後悔しろが座右の銘になりました、うん、PS その日のパチンコでは3万円負けました、うん、時間とお金を無駄にしたクズです。まあまあね、これはまあ言っといた方がいいですよね。お二人は、お二人は今年、来年の成人式、はい、まあまあ行くもんね、そら仕事でしょ、ほんで、はい、でも AKB で行くんでしょ、はい、で成人式のまとめてどっか借りてやるってことですか、はい、なんか写真撮影みたいな、はい、行ってほんで着物着てやって、で写真撮影会みたいな、どうですか、はい、なんかまあ、はい、なんかお披露目みたいな、そのインタビュー的なものやったりみたいな、はい、ワイドショーでねやってますもんね大概ね、はい、全然成人式ちゃうけどね、そんなもうそうなんですね。そうね、全然正規のもんではないもんな、もうまあまあ仕事やな完全にな。うん、スポーツ選手とかだから意外と成人式やってるよね、ちゃんと。地元に行ってとか、まあその記者とかは来てるけども、はいはいはい、ちゃんとそのなんていう地元の会館のやつがみんな結構出てるよね、はいはいはい、スポーツ選手はその正月は休みやもんね、うん、オフシーズンやもんね大体、まあ、野球選手とかね、そうか、うん、うん、そうか、そうね、行ってね、まあまあこれは行った方が良かったよね、はい、結構なんか今回の成人式も何回もありましたけどもね、うん、事件だ事故だ、怖い、でも成人式怖い、怖い、はい、そうですか。いやまあね、荒れてるとこ荒れてるけども、なんか、うん、あ、なんかニュースやってたよ、ゴミ拾いをしてる成人のコーラ持ったりって、あるあるある、ね、えそういうとこね、そういう人がいいですよね、全員が全員そういうわけじゃないっていうね、うん、その荒れてる人の方が来るからな、
大体祭りじゃみたいな。そう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 。荒れてる人の方がちゃんと来るね。なんかすごい着物着てな。紋付き袴で。そうそう、サングラス金髪みたいな。もうあんな、ね、かっこよくないですよ。そんなことして。なぎちゃんがそれ言うたらみんなそれせえへんなるんちゃうじゃん。全くかっこよくないよ。なるほどな。はい。うん、なるほど。七三分けにして、うん、しっかりしてる人の方が私は好きです。俺やん。七三分け。俺七三分けやん。七三分けをそのあかんやつみたいな言い方で。いやそういう、そういうちゃんと写真の時はスーツを着て、はい、まあまあ袴でもいいしってことでしょ。なんか七三分けにして、はい、ピチッとした格好でピチッとしてる人の方がかっこいいし、七三はその標準のそのそっから派生していく元の基準みたいな言い方してるなんかそのそんなつもりないよな。はい、そんなつもりない。ちゃんとしたそうですか、ちゃんとした髪型の方がいいよって言ってるだけで、はい、別にその七三の西森を別にそんな言うてるわけではない。標準的なこっからどうするかみたいな感じに思ってるでしょ。もうあどうもせんとそのまま行くんやと思って思ってるでしょ。だからテレビで会うために見るために、はい、全然、うん、はい、レゴブロックのサラリーマン持てるでしょ。綺麗なシファンのやつやんか、あれ塗ってるやつやん。ツヤツヤのやつスリートすごい、それに見えてきた。いいからそれに見えてくんねや。そんなね下げすんだ感じではもう思ってないよ、うん、全然クシャッとしてるし、うん、なってんやん。低 C ちゃうやろ、低 C みたいな感じなってないやろ。レゴやんそれ。完全にレゴになってまうからですよね、うん、まあまあね、成人式来年行くよっていう人はねぜひぜひ行ってください。はい、来年行ったらいいです。来年行くのだいぶ恥ずかしいよ。ちょっとすいませんって行けんじゃん。無理なんかな。無理ちゃう。なんか、うん、地域で撮ってるやろそのバレるか。この子が何歳とかいうのはで知ってるやつおったら後輩とかおったらバレるか。うわ来てるんですよ。来てるやつ来てる来てるって。いや出れへんかったから自分の時のめっちゃ言い訳せなんか恥ずかしいからなそれは。全員しか来てない人はぜひ行ってください、うん、はい、ということね。さあでは続きまして、はい、堺市のスパイシーシュガーさんからいただきました。ありがとうございます。リリポン、名前にナギって入ってるのに全然静かじゃない人。そしてエトセトラ、こんばんは。などにすんの。こんばんは。こんばんは。僕が後悔してることは中学1年の頃の出来事です。僕は当時好きな子がいました、うん、でもその気持ちは誰にも言えずに自分の中に留めていました、うん、ある日友達にそのことを感づかれたようで、お前あいつのこと好きなんやろうと僕に言ってきました、うん、僕は素直になれなくて否定してしまいました、うん、挙句の果てに誰があんなブス好きになるねんと言ってしまいました。するとなんと近くにその子がいて話を聞かれていたのです。その子は気が弱い子だったので何も言ってきませんでしたが、その後の3年間死ぬほど気まずかったです。僕は最低な人間です。今月中に謝りに行きます。え今月どういうこと。学生とかここで終わってますが18中1ですね。いやあそっか3年後か。中学生では全然ない。今月中に謝りに行きますわ。だからほんまかどうかちょっとわからない。締めただけみたいな文章、うん、そうか、まあ、それはきついですね。そうね、そうか、そんなこと嘘やでってねえ、そうかすぐ言うてもしゃあないもんな。すぐなんでそんな言うたらなるもんな。うん、あいつお前あいつのこと好きなんやろうの段階でせやでっていう勇気はないよ。だから中学生には。そうか、女の子はどうなの。女の子の方はそれ聞かれて、いやあんな子好きちゃうよみたいなあるん。あ女側としては、女の子のバージョンで、あだからなぎちゃんが例えばあの他の女の子にあの男の子のこと好きなんちゃうって言われて、ほんま好きやったとして、あそれやったら多分、好きやねんって言うと思います。女の子は恋愛話とか多分好きやから、うん、なんか応援したりとか応援ガンバガンバみたいな。ガンバガンバ古いな。だから多分女の子はそんな照れはないと思います。女の子同士に言うことには。まあそのリボンは、はい、私は言わないですね。あまたここで意見ちゃうやん。またなこれ。いやなんかそんなこれあの子好きなんじゃないっていうこと自体、うん、その子が好きなのになんか あるそういうパターンありますよね。確認するみたいな、うん、あ, あるある。女子はあるから そのトラップにはまらないように。なんかそうドス黒いとかあるやん。なんか、うん、裏があったり、なるほど、腹黒かったりなんか
なぎちゃんの方がその素直っちゃ素直やねんけど、確かに純粋な、うんうん、あ、そうやって確認してるってことですか。うん、いやらしい。いやらしい。いやらしい。いや、そういうのよう聞くやん。でもそういうのな、ベタっちゃベタよね、女性のそういう腹黒さ。女の方がなんか人の男奪い取るパターン多いと思うよ。うん、なんか、あんたそれだって昼ドラで勉強したんでしょうか。何やったあれ。何？明るみの女。明るみの女。すんごい大変。何回聞いても忘れてて、何回聞いても笑ってまうわ。ぬかるみの女やろ。前のヒロドラか知らんけども。そんな話ばっかりやろ。だってほんまにぬかるみから出てくる女の話。ホラーってこと。ただのお化け。違う違うやろ。ドロドロのやつが。違う。純子はめちゃくちゃ、うん、その本当に心が綺麗で、だから純子なんや。純粋の純みたいな。もうその純子がもうのし上がっていくっていう素敵なドラマです。そうか、いろんなそのドロドロした中で純粋な子が上に行くみたいな。はい、あ、面白そう。確かに面白い。女性の方が怖いよね。だから確かに。ボタンとバラも今やってるやんか。あ、昼ドラで、あ、新ボタンとバラやってるやん今。ボタンとあれ一緒のメンバーで、一緒のメンバーじゃなかったけど。なるほど。だからそれぐらいその女のドロドロのやつはみんな好きやねんから。うん、そういうのも相まって女性の方がどす黒いよっていう。確かに怖いもん、ほんま何考えてるか分からんし女の子。でも女の子からしたら男性の方が何考えてるか分からんって言うんやろ。はい、男性の方が結構分かりやすいよ、こうなってくると、でもなんか絶対に浮気するって聞きました。誰に聞いたん、男の人は。誰に聞いたん、誰に聞くんだ。なんかいろんな人に。え、その身近なスタッフの人とか。なんか大人の人とか話してた。絶対に浮気するって、うん、本当なんですかそれは。お二人に質問ですと。男性は、男性は浮気する生き物なんですか。はい、うん、いや、ただそのね、モテてる男性の方がやっぱ魅力的でいいんじゃないですかとは思うよね。あ、モテてない男性よりは、結婚してもモテない男性よりはモテてる男性の方がいいでしょ。旦那さんがなんかカスカスになっていくよりは、まあ、カスカスは嫌ですけど、うん、毎日絶対5時に帰ってきて、うん、でもう何にもせえへんで、もうお酒も飲まへんなって、まあ10時ぐらいに寝てまた仕事行ってってなって、うん、ほんでもう全然人と関わりないみたいな。あ、人と関わりないのは嫌ですけど、うん、でもなんか浮気はそんな 色っぽさとか言うのもあるからな男性。まあでもそんな結婚もしてへんのに勝手に誰かわからん架空の人を想像してほんで浮気するかも思ってたらもうキリないよそれ。そうそうやな。そうやで、ほんまに。うん、浮気をさせないぐらいの魅力があなたたちにはあるのですかということですよ。こっちから言わせてもらうと。うわー、あるよな。ありますよ。同い年二人が。まずその恋愛自体こと、恋愛自体したことないから全くわからない。なるほどな、うん、そうか、難しいよねアイドルのその辺の、早い時期に入りすぎてちょっと、そう、はい、社会というのはね、うん、分かってない。バイトもしたことないとかいう子もいるんでしょう。だからしたことないです。その辺もやっぱへといた方がよかったよっていう、まあ何度か言うたことありますけどこういう話はね、うん、うん、クビやれ。でもそんなすぐバイトなんかしててもなぎちゃんは。なんでですか。リポ、リリポンはすごくわかる。バイトしててもなんかしっかりやってくれるやろなみたいな。ちょっと待ってくださいよ、うん、ちゃんと来てくれそうバイトとかにも。行きますよ、私めっちゃ時間厳守ですよちゃんと。知らん、集合時間10分前にバス乗りますもん。雇うもんならリリポンがバイトのオーナーやとして面接なぎちゃんが来たら雇う。まあ、コンビニでええわ。じゃあコンビニね、コンビニ、うん、ベタにな、うん、コンビニだったら、うん、週5で帰ります。バリバリやる気満々、やる気だけはある、うん、時間はあるし、やる気はあります。雇う。じゃあクリスマス期間は忙しいだけど、人おれへんね。ケーキ売るとき、そうやね、短期バイトです、はい、短期バイト。なかなかないで、コンビニで短期で雇う。もう時給300円やって雇う。300スタートでいいかなって言って。はい、何も分かってんから。何も分かってんから。はい。でもレジとかめちゃくちゃ早い人おるやんか、動きが。
人すごい遅い人からもういろんな人おるやんか、うん、早い人なんかもうこれどうやって動いてんねんみたいな、うん、それ見た後に俺の家の近所の人は全員遅いねんけど、うん、ほぼ店長以外は全員遅いねん、うん、どうなってんねんその人、ほんまイライラするもんあれ見てたら、うん、遅いこの人いやまあ、うん、何の話でしたこれ、え 何の話や、あブスあブス言ってた話、ブス言ってもだね、まあまあ今月中にじゃあ謝りに行きましょう、行けるならね、はい、ぜひぜひ、うん、いいじゃないですか行ったらね、うんうん、はい以上でございますか、はいはい、はい、じゃということで今回の後悔先に立たずマストビンナーいかがだったでしょうか、来週も皆さんの後悔エピソードをご紹介していきます、ぜひお便りに書いて送ってきてください、ではここで一曲お送りしましょう、マストビンナーのカップリングでチーム N のナンバーです、NMB48 チーム N で夢に色がない理由、NMB48 の2人に毎回何かの対決をしてもらいます、はい、勝敗を決めるのは僕たちモンスターエンジンです、この対決の様子はこの番組の携帯サイトスマートフォンサイトでも見ることができますのでそちらもぜひチェックしてください、はい、10敗したら罰ゲームでケイチが3敗、ナギちゃんが4敗、はい、まあ今日もケイチがいないので、はい、リリボンが負けるとケイチに1敗がつきますというね、はい、ルールでございます、前回先週は1敗ずつついたということで、はい、まあねだいぶ容量も分かってきたと思いますので、はい、今週も頑張ってください、ではお題です、はい、お題は布団から出てこない彼に一言対決、うん、朝が寒くて布団からなかなか出られない彼、そこで一言対決ですと、はい、いうことですね、はい、まあ何でもいいんですよ、はい、可愛くおばさまよし何でも大丈夫です、その辺はお任せします、はい、2人にね、はい、さあもうよろしいですか、はい、お早いですね、では早速参りましょう、今日はリリポンからいきましょう、お願いします、お布団から出たくないの、しょうがないな、じゃあ出れるように魔法をかけてあげるよ、最後何か耳を舐めました耳を舐めたのね、はい、まあまあそうですよね、あそうかそういう感じになるわな、はい、びっくりするわ、ね、最初可愛い感じで入ってきたからどうなるかなと思ったら、うん、キスではなかったよね、はい、直接的な感じじゃなく、はい、耳を舐める、そうです、前回ちょっと直球すぎたんで、そうね、ちょっと変化球で攻めてました、うん、いやなかなか緩急がついててよかったんじゃないかな、おさあパイセン、はい、頼ますよパイセン、では行きましょう、ナギちゃんお願いします、ねえ早く来なさいよ、今の私どんな格好か気にならない、いやすごいすごい、あららえら反則どぎつい反則や、別にいいですけどもう負けが決定者だけど、そんな、何してんの、いやセクシーは良かったよ、はい、それは良かったやん、再三言ってたやんか、セクシーはやりますって言ってたし、はい、あやっていってもいいんちゃうって言ってたけど、はい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 、なんでそのマネしたリリポンの、すぐマネするか、なんかさっきのすごい衝撃やったから、うんうん、ええー、なと思っていやでリリポンの意味は分かるやんか、耳を舐めたんです、はい、何なんじゃあ、なぎちゃんのは誘ってるんですよ、えあ自分のあれを、はい、なんかシルクさんがやるやつ、指をあれあんまりチクチクって言わねえだろ、布団の前に立って彼は寝てるけど私の姿見えないけど、はいはい、私の姿はもう勝手にご想像にお任せして、はいはい、なんか食べたんかな思われんで、なんか何か汁汁そう汁気の多いもんそう何やったっけ、そのイチジク的なイチジクみたいな、なんかイチジク食べとんなって朝からさあでは結果発表まいりましょう、はい、ドラムロールお願いします、
リリポン。あーやったー。そういうものがなかったら。いや関係ないです。そんなに関係なかった。もうちょっと、はい、っもうちょっとやったかな。うん、やっぱ気になるもんね。なんかその何初めの標準語がすごい気になるね。それか慣れてない感じ。うん、ね、まあ、もう慣れてくると思いますけどこっちもね。ちょっとなんか。ヤギちゃんのその誰なんやろうっていうちょっと思ってまうんやけどやってる誰のことをやってんのかなセクシーで攻めていって、はい、セクシーナギちゃんってことねセクシーナギちゃんわかりましたすいません、はいはい、これからはもうそれは気にしないようにします、はい、よろしくお願いします、はい、最後パクンのが良くなかったかパクンなんですねまあまあでもケイチが、まあ、いなかったのが良かったから、はい、あの次ジュロジュロのやつやってもやってみようほんまやびっくりするじゃんケイチは何も俺らは分かってるから、はい、えってなるけどそうやねびっくりしそうせケイチびっくりするだけでナギちゃん負けやからどっちみち多分そこはちょっと、ね、ちょ分からへんけどもどう内容によってそうやな内容によってって感じかな、はい、というわけでございまして、ケイチが3敗でナギちゃん5敗もう真ん中まで来たよ早っ折り返しですもうというわけで来週も頑張ってください、NMB48 学園の木内課題でしたどうもーなにわのエディ・マフィーようちゃんですNMB48 学園こちらモンスターエンジン組エンジン全開ブンブン八重の里ドライビングスクール関係なかったなかったなかった中村俊介聞いてねさあというわけで下校の時間となりました、はい、今日の授業はいかがだったでしょうか、はいはい、すごかったです2週続けてすごかったですか、はい、でしたけどもどうでしたかなんかいろんな企画があって全部濃かってすげーす、うん、濃かったはいまあまあ濃いのかな分からへんもう僕たちはもう麻痺してますそうですねもう普通だとなってしまったいつもねなんとも思いませんけどまた来たいと思いましたはいでもすごく緊張しましたあそういや全然見えへんかったよね、はい、いや普通の時見たいはどんなんなんかもでも普段からリリカは私も緊張しない人なのかなって思うぐらい、うん、そんな感じやんなもう、はい、いや常に緊張状態です何かのラジオ番組はもう一本別でやってるようないやいやいやこの緊張のしなさ普通やったらね、このマイクとかでも緊張するよねラジオ出たことなかったそうやねこのイヤホンとか、うん、イヤホンがねずっと音ちっちゃいままやってるとか、うん、あのラジオやってなかったり、ねうん、ずっと音ちっちゃい私だけずっと音ちっちゃいみたいなとかもありそうやけども、うん、そなんかその感情を荒げてなんかうわーとか言うのがなさそうあないですね全然怒ったことがないですだから普通にね野球でデッドボール当たって、うん、まあビーンボールでしたっけね、うん、こめかみとかにボールバーンもし当たってちょっとこめかみは痛いですねって言うて一塁まで行ってあ自分で歩きますけどねグローになって倒れる、はい、あそうあピッチャーはあれ退場なんですねいいそうなんかそういいそういいそうめっちゃその通りですね、うん、なんか全然なんか、はいそ うわーとかなりそうじゃないやなんかはいリハーサルとか怪我して足からずっと血出てんのに全然気づかなくてずっと踊っててうわで運ばれましためっちゃドジなんですあドジでもあるのめっちゃドジで、はい、なんかめっちゃ怪我するんですあ怪我めっちゃするんやそうなんです僕一時期リリカ呪われてるんちゃうかなって説が出るまで説が出るぐらいそうなんですそうなんですまあ、でも呪われてるとしても取り憑かれてんのはだいぶ声高い幽霊やはい確かにそうですかそうなんですいやまあまあねこういう代打の機会とかがあったら、まあ、また来ていただけたらと思いますしはいもうなぎちゃんがもうあかんってなったら、うん、もう卒業させますそんなすいませんが卒業使い物にならんぞこいつなってなったらまだまだね疲れしたってみんなが帰った後また戻ってきて僕たちがちょっともうダメっすねポンコツっすねあいつって言ってでも奈々さんよりはマシでしょまだ奈々さん奈々ちゃんそんな方じゃなかったええ嘘ですよさすがに
消費税がだってあの聞いてる人引いてたよメールできたってめっちゃ引いてたんやみんなめっちゃ引いてた本当に言われんじゃん握手会とかでもはいすいません言われへんなんか言われますお母さんにあんたあれはあかんでって言われますあそうかそういうことがいっぱいほんまは分かってないだけでいっぱいあると思うんですよ多分ね、うん、それ聞かな分かれへんやん知ってると思ってるからこっちは、うん、聞いていったらどん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 なんかでもね消費税のファンの人に消費税みたいな消費税、うん、消費税のあの人に引かれたっていう話を、うん、でもナイスほんまにアホすぎるねんってシュウに相談したんですよシュウあのヤブシタシュウちゃん仲良しのシュウはもう泉ってなってまうからね僕らはね、うん、そうなんでめっちゃ仲良しなんですけど、はい、そのシュウもえシュウも知らんでそんな全然生きていけるって言ってましたうわそうか仲いいからそれずっとそうなんや、うんなるほど。ルイは友を呼ぶじゃなくてそうなってるね。いけるいけるって。いけへんよ。うわそうか。はい。そうか。おいしだからご飯食べに行っても美味しいな。美味しいな。美味しいな。えそれ若いやろ。ちょっとこれ食べてこれ美味しいで美味しいな。ずっとそうやん。確かに。うん。そんな感じです。頼みすぎた食べられへん。めっちゃある。めっちゃある。見て持ってる。うわ。見に行きたいわこの様子はね、うん、いやまあまあ、あまたね機会があったら、はい、ぜひ、リリもまた遊びに来てください、はい、ぜひお願いします。というわけで、最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見など何でも OK です。後悔先に立たずマストビーナウへのお便りもお待ちしています。宛先はE メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。